ピエール・ラ・ルースは、フランスの教育者、百科事典の執筆、編集者として知られる人物である。百科事典のプチ・ラ・ルースなどは、彼の名に由来する。故郷にあるピエール・ラ・ルース記念碑、ピエール・ラ・ルースは、トゥシーで生まれ、父親は、鍛冶屋だった。16歳の時、奨学金を得て、ベルサイユの教育学校で学んだ。4年後、初等学校で教えるために、トゥシーに戻ったが、 古めかしく柔軟性に欠ける教育方法に失望していた。1840年、無料講座を受けることにより、自らの教育を改善させるために、パリに向かった。ラルースの最初のフランス語辞典の表紙1848年から1851年まで、ボーリングスクールで教えており、そこで未来の妻スザンヌ・ネコベルに出会った。1849年、共に、 子供向けにフランス語講座を公開した。1851年、幻滅していたかつての教師オーガスティン・ボワイエに出会い、共同で、ザ・リーブラリー、ラルース・イ・ボワイエを設立し、生徒の創造性と自立性を向上させることに、重点を置いて、子供向けに進歩的な教科書、教師向けに教育マニュアルを出版した。1856年には、プチラ・ラルースの前触れである、 新フランス語辞典を出版したが、ラルースはすでに次のより大きなプロジェクトの計画を立て始めていた。1863年12月27日、ラルース百科辞典の第一巻が登場した。この辞典はビクトル融合に賞賛され傑作になった。モダンで改訂された形式が今も高い評価を受けている。1869年、ラルースは ボワイエとの協力関係を解消し、残りの人生を百科事典の執筆に費やした。1875年、パリでラルースが疲労による脳卒中で亡くなった後に、ラルースのオイジュールズ・ハリアーにより仕上げられた。出版社のラルースは今も存続しているが、1984年にコンパニーロッピンでパブリケーション、1997年にアバス、 1998年にビベンディユニバーサル、2002年にラガーデレイグループに買収された。ラルース百科辞典の英語版はハムリンとプロメテウスブックスにより何十年にわたり出版された。ありがとうございます。